はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはヒューマンフォールフラット。これに関して言うと、もうだいぶ昔からヒットはしてるんですよね。多分ダウンロードも出てんじゃないかな。そもそもスイッチのダウンロードとパッケージがね、結構ランキングとか見るとね、たまにこうまた30位に戻ってきたりしてて、僕も持ってるんですけど、結構ね、面白いゲーム、できれば、こうね、人と遊びたい感じのね、ゲームなんですけども、ちょっと一人でやるよりは、そうね、なんか友達と遊びたいかなってタイプのゲームなんですけども、なぜかこれが PS4 とですね、PS5 で出るのかな、今回パッケージ版が。売れてるから多分 PS4、PS5 版もね、多分より身近にって感じの提供だと思うんですが、何か違いがあるかね、サイトの方を見てみようかと思います。はい、ということでこちら、ヒューマンフォールフラット、思うように操作できない面白さ。ふにゃふにゃしたヒューマンを操作して、オブジェクトを掴んだり、押したり、引いたり、運んだりして、いろいろな物理パズルを解いていくオープンワールドアクションパズルゲームです。シングルプレイ、画面分割 2P 協力プレイ、また最大8人でローカル通信、インターネット通信プレイを楽しむことができますって書いてあるんですが、その下ね、任天堂スイッチ版と PS4、PS5 版はオンラインで一緒にプレイできません。だからハードごとに、PS4 と PS5 は一緒にできるのかな。その下に書いてあるか。PS4 版と PS5 版はオンラインで一緒にプレイすることはできません。紛らわしいんだよ、これ。だからこれ、ハードごとに分かれてるってことですよね。で、海外版とのオンラインプレイには対応していません。で、画面分割 2P モードはローカル通信、インターネット通信プレイに対応していません。だからこれは、画面分割はその場でやってる2人でプレイ。テレビ見てプレイしろよ、ってことですね。これでもローカル通信ではスイッチに対する言い方のような気がします。はい。ということで、最新アップデートが2020年6月10日となので、この辺はもうダウンロード版のね、紹介まんまなんで、ジャンルアクションパートでね。はい。発売日、いろいろまだ2017年12月28日だからもう約5年ぐらい経ってるゲームということがわかるかと思います。実績のあるゲームなんですよ。ベストラスセラーと出たけど。で、賞を獲得した大ヒットゲーム。任天堂スイッチ向け国内ダウンロード版は2018、2019、2020の任天堂 e ショップ年間ダウンロードランキングそれぞれ1位、2位、3位を獲得。また PS4 向け国内ダウンロード版は、PS アワード2019にてインディー&ディベロッパー賞を受賞ということなんですが、それのパッケージ版ということになります。はい。で、PS4、PS5 パッケージ版が登場。世界累計販売本数が3000万本を突破した大人気オープンワールドアクションパズルゲームのプレイステーション4、プレイステーション5国内パッケージ版が発売決定。全国のゲーム販売店、ネット通販サイト等にて予約受付中。で、10月発売で3500円プラス税ですね。PS4 ダウンロード版をお持ちの方は PS5 ダウンロード版を100円税込みでダウンロードすることができます。これパッケージ版の情報と何の関係もないんだよね。スイッチ版はいいや、こういう発売中。で、これは、10種類の限定スキンを収録。これダウンロード版には含まれている特別デザインのスキンが任天堂スイッチパッケージ版に収録されています。ここは任天堂スイッチ版のパッケージの時の情報。で、PS4、PS5 ダウンロード版、パッケージ版には標準で収録されています。ということらしいです。はい。ただこれ情報が分かりにくいんだよな。新ステージフォレスト追加。これはどこに入ってんだろうね。新ステージゴルフ追加。これは PS4、PS5 入ってんのかな？わかんないな。新ステージサーマルと、追加。一見するとそこは普通の山。しかしそこには熱が吹き出す怪しい鉱山だった。新ステージアイス追加。いやいや、だからこれ PS4、PS5 でどうなってるの？新ステージスチーム追加。新ステージダーク追加。いろいろあるらしいですね。スクリーンショットもどのハードかわかんないからいいや。あ、ムービーがありますね。
大人気オープンワールドパズル、こういうゲームですよ。こういうゲームですよ。一人でやってるとね、やっぱりね、こうただ一人でもうふにゃふにゃしてるね、こんなふにゃふにゃしてるキャラクターのねゲームって感じなんだけど、こうみんなで遊ぶと楽しそうですよね、よりね。うん、でもこれはパッケージ版ってわけでもないのかな。でも8人までプレイできたら、プレイ、ね、できる環境があったら楽しそうですよね。でもあれか、オンラインでやると8人だけど、オフライン、画面分割2人だもんね。あ、これパッケージ版のやつだったんだ。全然だったんだ。はい。ということらしいです。はい。この下はどうでもいいや。まあ、いっぱいムービーあるんでね、興味のある人は見ていただければと思います。テクニック紹介なんかもありますね。あ、これで終わりか。ということなので、まあスペックちょい一回おさらいをしておくと、ここですね。はい。まあパズル、アクションパズルですね。オープンワールドアクションパズルゲームのヒューマンホールフラットですが、発売日が2022年10月20日、希望小売価格が3500円プラス税となっています。はい。ということでね、まあとにかくね、人気があるゲームで、多分インディーのゲームとしてやっぱ知名度抜群なんじゃないかなと思います。だから多分見たことある人、プレイしたことある人いるとは思うんですよね。それがパッケージになったよっていう、そこです。だから、僕はスイッチ版持ってるので、今すぐこれをね、って感じではないんだけど、まあ、なんだろうね、やっぱオンラインでそれぞれ別々なので、オンラインで一緒に遊ぶ人がいるハードで、これを欲しい人は買ってもいいだろうし、でもダウンロード版持ってるならいらねえよって感じますんで、やっぱパッケージコレクターがこのね、多分パカッて開けたらディスク入ってるだけのような気がするんだけど、それがね、欲しいって人は食いつくといいのかなという気がします。個人的にはすぐには特に何もないかなというところですね。はい。ということで、この動画が役に立った方はグッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。